どうも皆さんこんにちは、エマシです。というわけで、今日も続きをやっていきたいと思います。前回死んだところが、なんだろう、女の子が闇落ちして襲ってくるという感じだったんですけど、見た目を見れなかったんですよね、怖くて。なので、まあ、その見た目を見ることはしません、怖いからだけど、なんだっけ、逃げるためにね、フラッシュ焚かないといけないので、それフラッシュ焚いてちょっと逃げて、多分鏡があったので、その多分鏡に逃げ込めれば多分 OK なのかなと思います。それでは そっから先頑張っていきましょう。チェックポイントから再開。どっからなんだろう。ある程度は進んでるので、そこまでね、多分鬼ごっこ直前だと思うんですよね。あー OK、 ここね。でちょうどだ。でちょうど逃げて、この女の子が今から覚醒して襲ってくるので、どうしよっかな。なんだっけ、ちょっとね、アーカイブだっけ、ヒント、クイックアイテム、パッシブアイテム、あ違う、クイックアイテムか。いやダメだ、できないな。だ、取って速攻フラッシュ焚く。まあ練習しよう。でも取ったらこれ取れない。オーケー、オーケー、オーケー、オーケー。結構早かったけど、タグの。オーケー、オーケー、オーケー。まだ動き始めたんでしょ。でも来るのが早いから、まだ大丈夫かな。あー怖い怖い、ちょ怖い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 、どっから声聞こえてんねん。落ちたら終わり。いや大丈夫、そんな。オッケー来た。ってやばいやばいやばい、ホラーなのにちょっとレーザーラモン入ってるよ。こちらで、この3回をうまく使っていかないといけないってことか。で近づくとね、視界が悪くなるのマジ怖い。よし、また溜まってるね。まだ大丈夫。オッケー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 。うわ怖い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 、足元が。早い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 。はい、うわあ危ねえ。さあラスト1回。あっちの鏡じゃないのか。さあ大丈夫大丈夫、止まってる、溜まる溜まる溜まる、ギリ溜まる。あめっちゃ怖い。おお、どこ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 、オッケー、あーオッケー。来たけど、どうやって上がるの、これ、どうやって上上がるの。上がれないよ、これか。あー、ああ、怖え。ああ、やばい、心臓が。いや、めっちゃ怖え。今までで一番怖え、あいつが。毎回怖い。
慣れないわあれ。オッケー、でも負けた。オッケー。ふぅ、よし。ふぅ、頑張ろう。HP 回復させたいね。これどこまで戻ってきたんだろう。最初のところまで戻ってきたのかな。チェックポイント。おう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 。またフラッシュあるんだけど。え？これ取れないよ。取れない。同じものなのかな。またライトあるよ。もう用意しとこう。ああ、で、これも充電もしとこう。待って、このステージ、あいつとやり合うステージなの？いや、そういうわけじゃないのかな。爆竹。いや、でもあの殺意はまた絶対来る。100% 来る。あんなんで終わるわけないもん。とりあえず、ステージは明るいから、常に用意しとこう。おっほー！おー、気持ち悪い。なになに？どうやっていくん？どうやっていくんこれ。わからん、わからん。キンモいんだけど、これ通れないじゃん。まだってこと？まだいけないってことなのかな。無理だよね。だから走って追いかけてくるとかじゃないんだよね。なんか見落としたかな。こっち違うし、開かないし。あれ？あっち行くしかない、これ。こっち違うもんね。あ、もしかしてこれ、いや違うな。あっちから降りてきただけで。爆竹投げてみる？あーあー、なるほどね、なるほどね。爆竹1個しかないんですけど、爆竹1個しかないんですけど、どうしたらよかったんでしょうこれ。積んでません？これ積んでないですか？また出てくるやつですかこれ。出てこないけど、あ、パシャ？これパシャ系？あ、パシャ系だ。あー、おー、イエス。またこれ下から出てくるんじゃないかとか思うとめっちゃ怖いんだけど。だってライトじゃダメだもんね。ライトダメだ。オッケー、止まった。そういう感じか。で、あっち側が開くんだよね、多分。まあ、ライトはちょっと。いや、これでいいはず。例えば、これでさっきのレバーで、あそこが開いてると思うから。また？またお前。終わってない？まあ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 、待てー。さあ、落ち着け。このステージはおそらくあと少しやな。
さあ、あーがそろそろ来る。あーが。いや、全然来ないじゃん。オッケーオッケー、うまいよ。オッケーオッケー。どっちだ、違う。やつはまだ追っかけてくる。まだ来ない。まだいける。来いや。まだか、まだいけるか。いや、ダメージ食らうとか、これ近づいてると。え、止められてなくない？あ、終わった終わった終わった。はい。くそー、止められてなかったの今の。マジか、遠すぎたか。オッケー、もう一回。あ、ちょっと待って、鍵どこで使うんだっけ。あ、下か。オッケー。これ受けたらどうなる。これ気になる。あ、なるほど、いけるのね。出よ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 。またまたまた。失礼します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 。で、ここですぐやつが来るんだったら、オッケーオッケー。で、これでポーション飲んでおいて、これでいけばいいのか。あー、オッケーオッケー。これだったら足りそうだね。はい、行きまーす。はい、失礼します。失礼します、失礼します。はい、止めて、レバーを下ろして、しばらくは来ない。さあ、動き始めてるね、やつも。まだいけるね。うわ、結構 HP 削られるの早い。止めた？ OK。 ちょっと今怖かったけど。で、ここが開いてなくて、早くない？結構あれか、近くでやんなきゃいけないのか。あー、来てる来てる。いや、でも遅いな。あー、ごめんよごめんよ。あー、来てる。多分壊して回ってんじゃないか。まだ大丈夫。来てるね。まだいける。 OK。 はぁ、なんて壁越しか。壁食らってないのか。そっちか。正面で見ちゃダメなんだな。オッケー。
かなり早いと思う。開いてる開いてる。うわあ、迷路とか聞いてない。焦げしちゃう。あと2つ鍵もある。鍵をどこで使うか知らん。とりあえずこっち行く。間違えたー間違えた。どこだっけ。あっちか。あれ、何のために俺ここ来たの。あれ鍵ってどれたい。あれあれ、もしかしてこけし取るだけ。じゃあ失礼します。はい、よろしくお願いします。まだいけるかな。いいよ。消しはさっき取ったから、まあ、だいぶやりやすい、やりやすい。早いな、ちょっと持ったより早い。いや、いけるいけるいける、ここはいける。いや、いけるいけるいける。オッケーオッケーオッケー。それどこにいんの。大丈夫大丈夫。内野タイヤまだ1個しか使ってないんだよね。あれ1個2つか。あ、1個だな、すげえな。めっちゃ慣れてきてんじゃん。オッケー。さあ、こっから多分鍵に変えといていい。もうそろそろ動き始めるかな。早いな。大丈夫大丈夫。こっち。よしよしよし。オッケーオッケー。一方通行はすげえありがてえ。ふう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 。これはなんだ。これは多分違う。これか。違う。そういうのマジやめて。あれ？どこ行くのこれ。え、あ、素晴らしい。そういうことね。はい。お、止まれ。はい。それ以上近づく。なんでしょう。いや、すげえ嬉しい。製造者や、あなたが助けてくれたのか。あ、ごめん。だが最初に言っておく。君となれ合うつもりはない。ごめんよ、なんか。君に聞きたいことがあっただけだ。なんでしょう。このライターに見覚えは。俺んだぜ。あ、祖父の片目だ。返してくれ。なるほどな。ほら。もしかしておじいちゃんとかそういう系？てか仮面かぶってるし。ん？呪いのようなものだ。彼女に会えば君にもすぐわかる。彼女は冷酷で
残忍な化け物だ。この世界から出る方法を知るとしたら彼女だけだろう。普段は道が閉ざされていて会うことができないが、君ならば話は違う。ついてこい。オッケー。おう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 、なんでここにこれがあるんだい。あ、こけし。ポーション。あれ？これポーション、君の？君のなの？これ使えないんだけど。あ、あれも、君、あの、あ、君が逃げるために用意しておいてもらうね。打っちゃいけないと。じゃ、ここら辺も、あ、曲がった間があって。この不思議な勾玉について調べてみた。どうやらこの世界には何らかのエネルギーのようなものが満ちているようだ。この力を得てしばらく経つが、あ、力を使ってるんだ。最近それを肌で感じるようになった。それは人が死んだ時に感じるあの感じに近い。魂のエネルギーとでも言えばいいだろうか。この不思議な勾玉はそのエネルギーを吸収し蓄えているようだ。この力で重要な扉を開けられることは分かっているが、それ以外に何かに利用できないだろうか。ほうほうほう。力を使えるんだ。で、こっちは？あー、なるほど。この人が作ったものなのかな？これ何これ？これ何？なんか一個分かんないね、これ。そこで止める。はい。はい。僕の部屋で彼女が君を待っている。直接出口を聞きに行くというなら止めはしない。だが一つ忠告しておく。奴の口車には絶対に乗る。わかりました。うまく言いくるめてくるんですね。ああ。ほう。残っているのはそのページだけだ。ここからページはじりじりになってしまってな。ああ、それが今まで見てきたページのことなんですね。その水晶も勝手に持っていけ。俺の力を閉じ込めてある。ほう、ありがとう。あなたは一体。え、あの面なしの怪物はお前を追っている。なんで俺なの。他の配偶者とは一線を返しているというのかな。返している、得体の知れないやつだ。死にたくなかったら早く行け。ここにも来るってこと。はあ。深淵へ。オッケー。これで、ステージ、第2ステージクリアしました。よし。いや、今までで一番怖かった。第1ステージの、なんだっけ、第1ステージ第2ステージだっけのね、一番最初の能面おばさんに追っかけられる時もめちゃめちゃ怖かったですけど、こっちの方が怖かった。いやー、怖い怖い怖い。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。またね。